グロービス学び放題。新規事業企画室に配属されたくすみさん、伊藤室長に新規事業のアイデアをプレゼンする機会をもらいました。我が社の既存の強みを生かしてこのようなサービスを展開したらどうでしょう。それによってお客様は何が嬉しいのかな。顧客にとっての価値を明確にしてビジネスモデルをきちんと考えた方がいいね。顧客にとっての価値？ビジネスモデル？よく聞く言葉だけど、具体的に何を考えたらいいんだろう。ビジネスモデルはどのような場面で使うのでしょうか。1、起業家や企業の企画担当者が新規事業を構想する。2、既存の事業や製品、サービスの特徴を見直すための分析をする。3、競合との比較をすることで収益性向上のためのヒントを得る。